今年も NBA が最も盛り上がるプレーオフの季節がやってきました。そして NBA のプレーオフにおける醍醐味の一つが下位シードのチームによるアップセットです。昨年も第5シードのホークスがカンファレンスセミファイナルで第1シードのシクサーズを破ったり、一昨年には同じく第5シードのヒートが上位チームを次々と倒してファイナルまで進出したりしました。このように NBA のプレーオフでは弱者が強者を食うジャイアントキリングが頻繁に起こります。そして過去には最もシード順の低い第8シードのチームが第1シードを倒してしまったこともありました。ということで今回は第8シードのチームが起こした奇跡の番狂わせを3つ紹介していこうと思います。1999年、ニューヨークニックス。まず最初に取り上げるのは史上唯一第8シードからファイナル進出を果たした99年のミラクルニックスについてです。90年代タフなディフェンスを持ち味とするチームでリーグ屈指の強豪として君臨したニックス。しかし90年代後半に差し掛かった頃から主力選手の年齢的な衰えもあってニックスの成績は下降していきます。そんな状況を打破すべくニックスはジョン・スタークスやチャールズ・オークリーといったベテラン選手たちを放出し、アラン・ヒューストンやラトレル・スプリーウェルらを獲得して若返りを図りました。そのようにニックスがチームとして転換期に突入していた中で迎えたのが98-99シーズンでした。ロックアウトの影響でレギュラーシーズンが50試合に短縮されたこの年、ニックスは大黒柱のパトリック・ユーイングが故障を抱えていて調子が上がらず、新加入で活躍が期待されたスプリーベルも開幕直後に負傷離脱し、序盤戦を欠場。そのためニックスはシーズンを通して苦戦が続きました。最終的にニックスは27-23と9位のチームを1勝分だけ上回り、第8シードでかろうじてプレーオフに滑り込みました。そのようにギリギリでプレーオフ進出を決めただけに、この年のニックスに対する期待値は決して高くはありませんでした。しかしここからニューヨークのファンでさえ予想していなかったニックスの快進撃が始まるのです。まずは1回戦、対戦相手は過去2年続けてプレーオフで乱闘となっていた宿敵のヒート。そしてこのシリーズは両チームが交互に勝利し、2勝2敗で最終戦へともつれ込みます。ゲーム5、シリーズ突破をかけた大一番は接戦となり、ニックスの1点ビハインドでラストポゼッションを迎えました。このアラン・ヒューストンのショットでニックスは土壇場で逆転。このままニックスはゲーム5で勝利し、第8シードが第1シードを破るアップセットを起こしました。そして1回戦突破によってニックスは完全に勢いづきます。2回戦のホークスとのシリーズでは相手を全く寄せ付けず、ニックスはスイープで勝ち上がりました。続くカンファレンスファイナル、ペーサーズとのシリーズではニックスはチームの象徴であるユーイングの負傷離脱という不運に見舞われます。それでもラリー・ジョンソンやマーカス・キャンビーらがユーイングの穴を埋める活躍を見せ、ニックスは4勝2敗でペーサーズを撃破。こうしてニックスは史上初めてとなる第8シードからのファイナル進出を果たしました。結局ニックスはファイナルではスパーズの前に力尽き、1勝4敗で敗退となりました。しかしそれでもニューヨークを歓喜の渦に巻き込んだ99年のニックスの快進撃は今後も伝説として語り継がれることでしょう。2007年ゴールデンステートウォーリアーズ。続いて取り上げるのは We Believe で有名な2007年のウォーリアーズについてです。2006-07シーズン、開幕から負けが先行していたウォーリアーズ。当時、ウォーリアーズは1994年以降、12年連続でプレーオフを逃しており、この年もその不名誉な記録を更新することになりそうでした。それでも、ウォーリアーズはシーズン中にトレードでスティーブン・ジャクソンとアル・ハリントンという実力者を獲得。そして3月にエースのバロン・デイビスが怪我から復帰してベストメンバーが揃うと、ウォーリアーズは調子を上げていきます。
61試合を終えた時点で26勝35敗と大きく負け越していたウォリアーズ。しかしシーズン最後の21試合でウォリアーズは16勝5敗と勝ち越し、最終的に42勝40敗という成績でウエスト8位に滑り込んで13年ぶりのプレーオフ進出を決めました。そして勢いに乗るウォリアーズはプレーオフでも快進撃を見せることになります。プレーオフ1回戦、ウォリアーズの相手はレギュラーシーズンにリーグ首位の67勝を挙げた優勝候補筆頭のマーベリックスでした。前年、マブスはファイナルでヒート相手に惜しくも敗退しており、この年こそは絶対に優勝するという強い意志がチーム全体から伝わってきていました。そのため、このカードでアップセットは起こるはずがないというのが大方の予想でした。しかし、いざシリーズが始まると、ウォリアーズはスモールラインナップを用いたラウンドガンオフェンスでマブスの守備を混乱に陥れます。さらに、ウォリアーズのヘッドコーチであるドン・ネルソンは、2年前までマブスの指揮官を務めていました。そして、マブスの手の内を知り尽くすネルソンの作戦により、エースのノビツキーを中心にマブスはオフェンスでもウォリアーズの守備に抑え込まれます。また13年ぶりのプレーオフ出場に熱狂するウォリアーズファンの声援も選手たちを後押ししました。こうしてウォリアーズはシリーズを優位に進め、最終的に4勝2敗でマブスを撃破。2003年にプレーオフ1回戦が7戦4勝制に変更されてから、第1シードのチームが第8シードに敗れるのはこれが初めてのことでした。この後1回戦で全てを出し尽くしたウォリアーズは2回戦でジャズ相手に1勝4敗で敗れ、プレーオフ敗退となります。しかしそれでも We Believe というスローガンを合言葉に歴史的な番狂わせを起こした2007年のウォリアーズは後世に語り継がれる伝説のチームとなったのでした。2011年、メンフィス・グリズリーズ。2010年代、グリッド&グラインドを合言葉に、泥臭い守備とハッスルプレーで勝利を積み重ね、ウエストの上位に食い込んだグリズリーズ。そしてグリズリーズのグリッド&グラインド時代の幕開けといえる年が、2010-11 シーズンでした。2000年代後半からマイク・コンリー、マルク・ガソル、ザック・ランドルフらがチームに加わっていき、2010年のオフにはトニー・アレンが加入。こうして後にコア4と呼ばれる主要メンバーが揃ったグリズリーズは、迎えた2010-11 シーズン、ウエスト8位の46勝36敗という成績を残し、5年ぶりのプレーオフ進出を決めました。ただ、プレーオフ1回戦の相手はレギュラーシーズンに61勝を挙げた第1シードのスパーズでした。ティム・ダンカンを中心とする体制になってからすでに4度の優勝を成し遂げていた上昇軍団スパーズ。一方、グリズリーズはチーム創設以来、プレーオフでまだ1勝もできていませんでした。そんな両チームの対戦であったため、このシリーズはスパーズの圧勝に終わるだろうと思われていました。しかしゲーム1。グリズリーズは試合時間残り23秒でシェーン・バティエが逆転のスリーポイントを決め、敵地での初戦を制します。これはグリズリーズにとって記念すべきプレーオフでの初勝利でした。その後、ゲーム2を落としたグリズリーズですが、ホームでのゲーム3とゲーム4で連勝してシリーズに王手をかけます。そして3勝2敗で迎えたゲーム6。試合はグリズリーズの4点リードで最終クォーターへ突入するのですが、この勝負どころでランドルフが覚醒します。ランドルフは第4クォーターだけで17得点と大暴れ。そしてグリズリーズは99対91でスパーズを下し、シリーズ突破を決めたのです。このように第1シードのスパーズを破る大番狂わせを演じたグリズリーズ。この後2回戦で敗退となってしまうグリズリーズですが、そこでもデュラントらを擁するサンダーをゲーム7まで追い詰めました。こうして2011年はグリズリーズにとって飛躍の年となり、ここから彼らはウエストの強豪へと上り詰めていくのでした。ということで今回の動画は以上です。さよなら。